こんにちは。こんにちは。さて、はい、開幕もね、開幕カードが終わったな。終わりましたね。どんな気持ちなんだか、選手と監督たちは。まあ、やっぱりさ、無観客でさ、はい、やっぱりやってて、それ違和感感じた選手もいると思うし、うん、でも練習試合の時からそういうペースを掴んでる選手もいるだろうし、はい、だからまあすんなり入れた選手、入れない選手、うん、まあ、特に横浜の選手、はい、その中継ぎで出てきてモチベーションが上がらないみたいな、うん、まあ、そういう打たれ方をした選手とかいるよね。あ、見てて思いました。見てて思った思った。あ、うん、なんかちょっと違うんじゃないかなっていう感じを受けたよね。まあ、いつものとはやっぱり雰囲気が違うっていうのも。ただ広島がね、いいスタートを切った、はい、うん、ね、2試合連勝して、はい、3戦目森下よかったね。よかったですよ。森下よかったけど勝てなかったね。ここなんだよ、大きいのは。やっぱスーッとスタートを切れるかどうか。だってあんなにいい投球してたのに。だから一昨年の上茶谷、はいはいはい、めちゃくちゃ良かったのに援護点がなく、はい、負けたという、うん、で森下めちゃくちゃ良かったのに、はい、勝ち星がつかなかったという。そうです。だからここら辺がどうこの今後響いてくるかね。そうですよね。あ、まあ、森下だったら勝てそうな気がするけどね、投げてるボールを見ると。内容を見てってことですね。見るとね、まあ、横浜が3立てを食らわなくて良かったよね、はあはあ、逆に3立てを食らってしまったのは阪神ですけれどもね。阪神が、うん、まあ、巨人が良かったな。ですね。やっぱ坂本を使うか使わないかっていうので、はい、おそらく悩んでたと思うんだけど、なんか本当にギリギリまでって。そうそう、はい、でこの開幕カードをちょっと外そうか、はい、で次のカードから入れようか、はい、その選択肢はあったと思うんだけど、はい、坂本入れててよかったね。しかも結果を残す。結果を残す、うん、ただなんか変な見方かも分かんないんだけど、はい、ツーベースとか打ってきと息がすごく上がってる感じがするじゃん。それはなんでかな。やっぱちょっと入院してて、まあ、まあそうかな、動けてなかったから。で結構スリーベースとかでも、うん、ね、結構ハハツーベースとか肩がこうなってるからね、はい、だからまあ気のせいだったらいいけど、はい、まあ、だけどやっぱこう主軸が帰ってきて、はい、それなりの活躍をしてくれると、はい、チームに勢いが出るよね。そうです。それとやっぱ岡本がしっかりしてきた、はい、でパーラーがいい、うん、で中島がやっぱ相変わらずよくいいという、はい、ただ、まあ、西は良かったんだけど、はい、なんか阪神のピッチャーいないかなみたいな、そんな感じが。阪神もうちょっとピッチャーが整ってると思ってたんだけど、うん、はい、意外にもろく崩れたね。それってやっぱり巨人だった。やっぱ巨人がやっぱ調子がよく入ってるんだよね。だからもうそれも坂本効果っていう風に、はい、まあ、言ってもいいと思うよね。じゃあもう巨人は本当にいいスタート切れてますね。切れた、うん、あとは中日の梅津がいいね、はい、あ、いいですか。大野がちょっと心配だけど、はい、梅津はやっぱ今年勝てるんじゃないか、ブレイクするんじゃないかと思ったら、はい、やっぱいいね。どのあたり見ててよかったですか。やっぱり昨年からそうだけど、うん、やっぱ球威もあるし、はい、やっぱ勝てる投球をするピッチャーだよ。でコントロールもそこそこいいし、はい、梅津はいいなと思ってたら、うん、やっぱ最初からパーンと結果を出してきた、うんうん、でヤクルトはもったいないよね、はい、開幕戦リードしながら逆転、石川が40歳でね開幕投手したのに。そうなんです。ちょっと守りきれなかったという、はい、だからチームの抱えてる不安がそのまま出たゲームになっちゃったけどね、はい、そうですね、うん、ただ打ってる方はね、まあまあ打ってるのは打ってるけどね、はい、まあまあそんなには心配はない、はい、心配はないけど、やっぱ打っても打ってもというね。ただ村上もね結果出すし、はい、ホームランというね、うん、山田は2試合連続のホームランとか ね、 いいね。まあ野手陣はそんなに心配はないわ。ピッチャー陣、うん、投手陣だ ね、 そうですね、やっぱり ね、 ですよね。パリーグどうですか。パリーグ、はい、ソフトバンクはやっぱ今年もロッテにいかんわという。な、苦手意識ってすごいあるんですか。だから昨年も大きく負け越してるでしょ、はい、日本一のチームだよね、はい、やっぱ苦手なんだよね。苦手なのか、それともロッテがソフトバンクにやりやすいと思ってんのか、はい、何かを掴んでんのか、はい、だよね。そうですよね。だ結局その初戦だけですもんね、ソフトバンク取れたのロッテに。そうそうそう、はい、うん、それも接戦でしょ。接戦でした。やっとこそ勝ったっていうことだよね、はい、だからそれ以外はいいところはあんまりなかったというような、うんうん、まあ、そんな感じだよね、ロッテに対しては。
そうですね、でも逆を言えば、はい、ロッテもなんか戦力的には整ってきてるのかなというね、そうですね、まあ、そんな感じがするよね。そして西武と日本ハムですけれども、あ、日本ハムが結構前線したよね。はい、で日本ハムはやっぱ投手力がどうのっていうのはちょっと心配したけども、まあ、西武打線だしなって当たるのがね。でもまあ西武の打者陣っていうのが多少ちょっとこう落ち気味かな、その調子が、うん、まだリズムに乗ってないという、はい、そこをきっちり勝ち切ったという日本ハムね。それはその秋山選手が抜けた抜けてないっていう関係なくですか、西武？いやそれは多少あるよ。ありますか？ステインブンバーグかなんか、だから一番打ってるけど長いんだよ。名前がですか？長い。まあそれが秋山のじゃあ、なんていうの、はい、代わりをできてるかというとまだできてないよね。はい、うん、スパンジェンバーグ。スパンジェンバーグ。はい、スパンジェンバーグ、はい。これを言えないと困るからね。そうですよ。放送があるから。そうですよ、どうするんですか。まあね、練習してそこはね、練習して、はい、だけどまあ日本はいい感じで野球やってるかな。そうですね、なんか、ね、波に乗っていけそうな感じもしますし ね、うん、でオリックスと楽天ですけれども、まあ楽天はやっぱり 1,2 戦見てみると、はい、まあ松井裕樹がこの先ちょっと心配だね。先発に戻ってきたけど、はい、なんかピリッとしない、うん、だけどゲームを作ったという、はい、まあそれは抑えの経験が生きてるのかなという感じはするけど、うん、ただやっぱオリックスはちょっと良くないね。そうですね、まあミスがあったりだとか、はい、あとはやっぱアダム・スコット、アダム・スコットじゃない AJ です、 AJ だ、はい、アダム・ジョーンズ、アダム・スコットってゴルファーがいるよね。もう紳士でね、かっこいい、かっこいいですよね。でもあの選手がやっぱりリーダーとしてチームを引っ張っていくようになってくるとまたちょっと変わってくるかなって思うけどね。今はまだちょっと溶け込んでないんですか？いや、まあ、溶け込んではないことはないけど、はい、まだそこまで強烈なリーダーシップを出せるほど、うん、そこまでは浸透してないんじゃないの？まだ、まだ、うんうんうん、でもああいう選手がリーダーシップを取って引っ張っていくようなチームになってくると、うん、ちょっと変わってきそうな感じはするけどね、うん、で結果というかヒットも打ってるし、はい、だからそういう意味では今後期待だよね、うん、さあここからまたね新しいカードというかまた始まっていきますけれども、まあ、次から6連戦が始まるんですよ。6連戦同じカード、はい、さあこなんか注目する次のカードはどうなってる、巨人は広島とですね、でヤクルトは阪神と、で DeNA は中日と対戦します。まずセリーグですけれども、いや面白いカードの組み方してるよね。こうな、いや広島調子いいよ。そうですね、意外に、はい、で巨人もいいですよ。巨人もいいよ、はい、だからここら辺で裏ローテに入ってくるでしょ、はい、ここで分かる力、これなぜかというと、はい、エース級ってさ、はい、そんなには変わらないの、うん、例えば大瀬良と菅野が投げ合った時に、はい、まあスコア的には 2-1 とか、うん、3-2 とか、はい、まあ、そのぐらいだろうなって、まあ、どっちがいいところでヒットが出るかっていうぐらいなんだけど、はい、裏ローテに入った時、うん、裏の3枚、はい、ここに力の差が出てくるから。で、まあ、ヤクルトと阪神、これどうですか？あ、まあこれは、うん、まあ、お互いそんなに調子が良くない、はい、まあ、早く勝たないとね、うん、阪神はもうどん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 こう泥沼に入っていくというか、はい、もう一勝するためにもうガチガチになってくるというか、はい、まあ、そういう現象が起きてくるだろうから、うん、早く一勝することだよね。で、DeNA は中日です。DeNA はバッティングもこう開幕したては力みが目立ってさ、うん、あれだったけど、まあ一つ勝ったことで、みんながちょっとずつ打線がつながりだしたこと、はい、それを考えるとすごく中日といい勝負になると思う。そうなんです。中日はバッティングは非常に状態がいいからね、はい、うん、そうですね、だからいい勝負になってくると、はい、パ・リーグ、まあ、楽天と日本ハム話しましたけれども、はい、西武はソフトバンクとです。あ、ここロッテのピッチャー打てなかったからね、なかなかね、はい、ソフトバンクが、うん、だから西武のピッチャーがコッパにされないように、はい、まあ、打撃戦に持っていったら西武、はい、投手戦に持っていったらソフトバンクという形だろうね。でもソフトバンクも内川選手が2軍 で、うん、でその代わりに新しいね、選手が栗原、あ、すみません、栗原選手が今1番に座って、栗原男前やしな、しかもヒーローインタビューがすごく誠実に話されてる。いやいや、あれは人気出るよ
いやいや本当に、うん、栗原はあのバッティングのこう打ち方とか、はい、そういうのを知ってる選手だよね、うん、非常に理にかなった打ち方をしているという、はい、だから使い続けると結果はそんあのちゃんと出してくると思う、はい、だからそれだけの実力があって出てるから、うん、サヨナラも打ったんだよね。そうですそうです、初戦にね、はい、だから非常に期待度は高い。高いです。男前誠実誠実、人気が出る出る、間違いない間違いない。もうこれはもうまた豊さん押していかないと、まあ押していく、もう小園選手とかね、そうそう、坂本選手、ニューカマーでね、またで、ロッテはオリックスと、まあオリックスは踏ん張りどころだけど、はい、そうだな、ロッテが勢いをバーンと出してくるかもわかんないね。そしたら面白い。そうです、ね、ロッテは、うんうん、ただオリックスはここで勝たないと。いや、山岡、田島で負けてるわけでしょ、はい、これ痛いよね。初戦もったいなかったですね。だから大体2勝1敗で考えるからさ、はい、まあ、1つはしょうがないから、まあ、できれば3連勝というのを考えるけど、はい、まあ、最低でも2勝1敗って考えるからね、うん、だからエースで負け、2番手で負けてるから、はい、まあ、裏ローテ入った時にどうするかっていうことだよね、はい、うん、まあ、ここからもまたね熱い戦いが、いや、もう6連戦だからこの6連戦をどう戦うかっていうのは我々も興味あるから。だから6連戦終わった後にまた豊さんがどんな言葉をここで発するのかが、ね、楽しみだよ。楽しみですよ ね、 ね、そう、球場も何も変わらず6連戦をやるという、はい、そういう状態の中で野球はどうなるのかっていう、はい、それはもう興味深い、はい、ね、楽しみにしましょう、はい、はい。